お初にお目にかかります、閣下。私はヨウテ。不死鳥教団の一翼にして、我らの宗主たるジョシア様の警護を務めているものです。なるほど。あなた方がジョシア。不死鳥教団って…ロズフィールド太后家を陰から支えてきた一族だ。接触が許されるのは太后位の継承者のみだから、俺も多くは知らない。フェニックスゲートで行われていた典型の儀式を取りまとめていたのも彼らだよ。18年前のあの日、僕は教団に保護されていた。そしてロザリアを出てからは彼女と一緒に旅をしてきたんだ。ヨーテがいなかったら、おそらく僕は今日まで生きていない。立ってくれ、ヨーテ教。心から感謝を。弟をよく守ってくれた。身に余るお言葉。ヨーテ、例の件の報告を。はい。ご推察通り、クリスタル自治領の最下の晩に沖合にあった船影、あれはアインヘリアルに間違いありません。やはりそうか。待ってくれ。アインヘリアルが出てきているだと。ウォールード王国の帰還だぞ。ドレイクファングの件にウォールードが絡んでいたのは僕も知ってる。その陰にもアルテマの気配を感じて、教団を使って少し調べていたんだ。アインヘリアルは最下の混乱に乗じて自治領島を離れた後、カンベルへ向かっています。それじゃ今カンベルを襲っているというアカシアは、ウォールード軍の慣れの果て。そして帰還が出ている以上、国王バルナバス・ザルムもきっと近くに。